ハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はポートデルシービーチからお届けします。まずはハワイの新型コロナ最新情報から。1週間の陽性者数の推移です。12月19日972名、20日840名、21日707名、22日961名、23日1511名、24日1828名、累計陽性者数98593名、累計死亡者数1078名、過去7日間の平均陽性率は 9.0% となっています。日本からの到着者数は12月19日203名、20日89名、21日334名、22日122名、23日391名、24日389名となっています。12月24日ハワイ州はパンデミックが始まって以来最高となる1日あたりの新規陽性者数が1828名となりました。これは診断が確定している人と陽性の可能性が高い人を含む人数となっています。今までの過去最高記録は2021年8月29日に記録した1678名でした。一方でオアフ島を管轄するホノルル市の市長は12月23日の会見で行動規制の再強化は当面行わないと改めて発表しました。その理由として数ヶ月前の感染拡大時に比べワクチン接種が進んでいること、また入院者数が69名、うち ICU 入院者が10名と未だコントロール可能な領域にあることを挙げています。夏の感染拡大の際には一時350名前後の入院者だったこともあったため、感染者数の増加イコール重症者の増加に直結していないという認識です。ハワイでホリデーシーズンを過ごそうという旅行者の到着者数は12月17日以降連日3万人を超えて、年末年始のハワイ旅行者数はピークを迎えています。これは感謝祭のホリデーを上回る到着者数となっています。到着者の内訳としては全体の 97-98% がアメリカ国内からの旅行者です。一方国外からの到着者数は1日に600人から1300人前後、全体の 2-3% にとどまっています。直近の数週間でアメリカ全体で新型コロナウイルスの感染が拡大し、ハワイ州でも広がってはいるものの、ハワイは全米平均と比較しても高いワクチン接種率を達成した安全な旅先として認識されており、アメリカ国内旅行者に関しては2019年のパンデミック以前とほぼ同水準の到着者数に戻っています。アメリカ食品医薬品局 FDA は12月22日ファイザー社による新型コロナウイルスの錠剤服用型の治療薬パクスロビトを初めて承認しました。今まで認可されていた点滴もしくは注射による薬剤投与に比べ自宅で服用できるようになるため、重症化する前の対応が早まります。パクスロビトは副作用が少なく重症化しやすい患者の入院や死亡を 90% 近く減らす効果があるとのことで、画期的な新薬となります。軽中等症の新型コロナウイルス患者に対し症状が出てから3日以内にこの薬を服用する必要があり、1日2回3錠ずつを5日間服用するそうです。消費者庁が発表した最新の調査でハワイ州の道路状態が国内ワースト2位の結果となったことが明らかになりました。道路の舗装状態や
ドライバー1人当たりの道路に関する支出、地元の一般的な意見に関する調査に基づいて採点、ランク付けされています。ワースト1位はロードアイランド州でした。ハワイ州内の84の橋と664マイル約106キロ以上にわたる道路の状態が良好でないほか、道路は渋滞し、デコボコによる穴だらけで一貫して整備されておらず、ハワイのドライバーは舗装を要する道路での運転に関連する費用として毎年平均818ドルを支払っていると指摘しています。ホノルル市交通局では今年6月からラニカイ周辺の路上駐車を一部禁止しています。通常の月曜から金曜まで午前8時半から午後4時まで、ホリデー週末は午前10時から午後3時までの間、ラニカイビーチ周辺の住宅地の路上に駐車することは禁止されており、違反者は車をレッカー移動されたり駐車違反切符を切られたりします。今年は12月25日と1月1日は土曜日に当たるため、振り替休日として12月24日と12月31日はホリデーとなり、24日から26日、31日から1月2日は2週続けて3連休のホリデー週末となります。よってラニカイビーチ周辺の道路も12月24日から26日、12月31日から1月2日のそれぞれ3日間は午前10時から午後3時まで路上駐車禁止となるのでご注意ください。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や新型コロナの最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。